さん毎度どうもズッキンでございます。おちこさんでございます。ただいままた毎度おなじみ大和高で聞いております。本日はですね、はい、上本町から八重の試乗会があるということで、はい、我々も応募しましたがもう一瞬で完売になっておったので、まあ外れたわけですが、これあの 8A は奈良線の車両なので、もう今後上本町の地上ホームに上がってくることがまあないかなと思いまして、でまあちょっと取っておこうかなというところでございます、うん、というわけで本日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあこれまあ特急やねんけど、さっきこの、うん、5200系が来ると信じてこっち行くわ。次当たりか外れか乗るか反るかそんな準急の存在を忘れとった。準急の存在川地国部で大阪運行が続く発熱チャリンコのブレーキ、ほんまやな。これやったらトイレ前のボックス。ほんまや。どう出る？勝負や。まあ5200円。5200系やったとしてももう、うん、パンパンやけどな。パンパンやぞ。出てきはった。うわ、チコいいね。ほんまや、パンパンやん。あ、もうしかも全然、全然違う。全然違う。Yeah. 一番急行になったはず。そうなん、でございますが、はい、これどこ何番ホームなのかな。一回まあとりあえず正面回ってみよう。なんかこの3番ホームがなくなったから、うん、めっちゃ狭なった気するわ。あそこじゃん。どうせあっちやろな。カメラ置いたの。なんかテレビ局の取材みたいなのも入ってんじゃん。来てるんじゃん。ごっついカメラ置いたんで。なあ。ほんだら、うん、これどうなんやろ。
このホームの先っちょへ行きたいかな。うん、行きたいけど、うん、行けるんか。これ人いっぱいちゃうか。ぽいな。裏を書いて、うん、このホームの先っちょとか行った方がええんちゃう。あ、もういっぱいやった。もうさ、ここはもう取られへんもん。ここはもう人いっぱいやもんな。もうえらいことやで。ものすごい人やもん。三脚人だかりや。三脚はあかん。ホームで三脚は危ない。これ乗車できませんやけど。みんな行ってるやろ、あこ、うん、多分、うん、人いっぱいやん、うん、取れるのか、行ってみる。あ、取れると思うからここから行ってみるか、うん、試し通りや、試し通り、うん、引かしもて、これ行けるのか。だからこれの逆の動きやろ。ここで、ここでほら、ここで多分正面、うん、あ、ちゃうわ、もう一個こっちか。この方も入ってきてくれたよね。うん、多分向こうやろ。うん、向こうやな。みんな向こうで待ち構えてるから。今度はどうしようか。どうする、もう一個向こう行く。もう一個向こう行くのはええけど、時間あるか。並び何年か後にはこの映像がめっちゃ貴重になってるかも。これはだから密かに3つとも形式が違うんじゃないの。というわけで我々は8番ホームのクーラー前を陣取りまして、うん、そう、涼しい涼しい、暑さ対策をしております、はい、これおそらく 8A っちゅうのは奈良線の8000番台の8を取ってると思うね、うん、それからここに入ってくる大阪線の新型は、うん、これ見たら分かるけど、多分俺 2A になると思ってんの。2A、うん、これ今みんなあれ大阪線の勝負の電車やか、うん、これ2ばっかりやろかしらが、うん、だから俺は 2A になるんちゃうかなと思ってんの。南大阪線は 6A、 6?、うん、まあ、ここはもう完全に俺の想像の世界だな。ほんでこの先おそらくやけど近鉄のことやから2両編成も出してくると思うの。それがな 8B とかになろう。 8B? うん、だからもう勝手な想像やね。あ、何年か後にズッキーさん入れるの当たってたでっていうようになってるかもわからないけど、それまでみんな見といてくれてるかやで、ちゃんと見ててもらわな困りますっていうか俺らが続けれてやら続けるよ。この多分特急が行ったらもう次やと思うから、俺老眼なんかな。老眼やん。これ眼鏡 かけてる方が見にくい。老眼やん。ほんまにほんまに老眼の眼鏡買わなかったかっこいいな。そや、油断しとったら知らんで。油断しとったら
たまらんな、やっぱり。皆さんこれどちらが好み？何てこの渡り板持たれてる方が好きか、ちょっと倒れてる方が好きか。俺こっちの方が好きやねんけど。どっち？倒れてる方。うん、これちょっとなんかし、ここ隠れてるみたいな。え、来た？え、もう来た？ちゃうかった。全然違うねん。ちゃうかった。まあ、練習なんだ。4両編成やから、どんな感じで入るか分かりやすい。かっこいいな。ほら、結構向こうやろ。うん、これって人めちゃめちゃ多いな。これって今日な、うん、乗る人も待ってんの？そら、もちろんもちろん。あ、そうなんや、うん、乗る人だけじゃないやん。乗る人がちゃうで、今日撮る日ちゃうで、乗る日や。分かってる。乗る人がおるんや。大阪上本町、上本町です。よろしいな、誰か送ってくれへんか。お前で。そうか、そういうことか。全然興味のない人が乗る可能性もあるわけやな。全然興味のない人は乗らんやん。来たで。いよいよか。これは01かな、やっぱり。だよ。なんか若干見慣れてきた。陣取りまして、誰や、ライト、あれ、あのライト、出発、え、電車の駅のライト、あれ、これヘッドライトや。あ、ヘッドライトか。あれ、あ、怒られる、ピストンマンのライト。あ、そうか、カードライト。3番線なくなって、ほんまになんかめっちゃ狭くなったわ。油断しとったら取り逃すで。それは危ないぞ。え？それは危ないぞ。されてるやん。それは危ない。来てんの？ほら、それは危ない。ピスタちゃうかと、サニー。
り具合を見とくと。やっぱり白飛びすんな。このな上本町な、うん、ちょっと見入りが悪いんよな、うん、あの阿部の橋とかやったら、あのこの屋根がないからええねんから。もうちゃう？もうな。飛びするんよな。どんどんほんまに最後じゃん。そうやな、毎回言うてるような気がするけど今度はあれか、乗るときか。うん、まあそうやな、あのデビューの日に乗れるかどうかが微妙やけどな。なあ、なかなか厳しいんじゃ。なかなか厳しいな。さあ、というわけで本日は、上本町駅地上ホームの方にやってきた 8A の試乗会の貸し切り電車、軽く密着してみましたけど、まあ本編でも言ってるように、あの 8A 系がこの地上ホームに入ってくることは今後まあほぼないと思うので、まあ一応貴重な映像を撮れたんではないかなと思っております。はい、まあまあ、やっぱりかっこええな新しいだけのことはあるよ。乗りたかったね。まあまあ、撮っとこう。 お楽しみに、というわけで本日はここまで。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録並びに高評価の方もよろしくお願いいたします。お願いします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。ガドラガドラめっちゃ増えてんな。もう大阪市でチャレンジやってもすぐ、うん、チャレンジの意味ないだって。さっきそこ並んでた全部ガードさあ行こう。でもすごい人やったな。